お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのねアースクエイクの呪文に緊急調整が入りましたというわけで、ちょっとねクエイクについて触れていきたいなと思います。でさっき今ねもうメンテナンスが開けたすぐで動画をね撮ってるんですけども、こういったね修正が急にね入りました。タワーへのダメージは、前までより 15% ね下がります。その代わり建物へのダメージが 16% 上がるよと、タワーと建物の違いとは何って思う方もいると思うので、そこもね、説明するんですけど、タワーとは、プリンセスタワー、キングタワー、自分のね、3つのタワーのことを指します。そして、建物は、こう、ゴブ小屋だったり、あとはバーバリアンの小屋とか、クロスボウ、迫撃砲、大砲とか、テスラとかですね。そういった、自分でね、こう設置したりするカードを建物ですね。元からあるやつは、タワーですね。はい。そんなわけで、じゃあ、これでどういう風に、変わっていくのかっていう感じなんですけども、ホグとか、こう、ロイホグとか、ちょっといろんなデッキを今回準備したんですよ、クエイクの。こういうね、ホグ、ロイホグとかを通すためのクエイクの、使い方。例えばホグ飛ばしたら相手が、大砲置いてきました。そこでクエイク打つと、もうめちゃくちゃね、多分施設を早く壊せるようになりましたというか、突破できるようになったので、ホグクエイクとか、こう、ゴブジャイクエイクとか、ユニットを通すためのクエイクはめちゃくちゃね、強くなったと思います。施設を壊すのがね、強くなったので、なので、ボムタワーとか逆に結構クエイクがね、今後も使われるとすごいね、今もうボムタワーばっかりなんですけど、ボムはすごいきつい環境というか、施設はね、結構きついんじゃないかなっていう、本当にクエイクだけはきつくなった感じがします。その代わり、このウォールブレイカーのクエイクとか、こう、ディガーがない僕もね、動画紹介したことあるんですけど、なんかスペルだけで削るデッキとか、なんかそういった、クエイクをスペル削りとして扱うデッキですね。このデッキも結構そうなんですけど、なんかユニットを通すためのクエイクではなくて、クエイクでじゃあ削っとこうみたいなデッキは、結構ね、タワーへの、ダメージが落ちましたので、ちょっと今後使いにくくなるんじゃないかなと思います。なので、ウォールブレイカークエイク系は、結構過保なのかな。ロイホグクエイクとか、こうゴブジャイクエイクとかは、なんなら強化だと思います。で、エレジャイとかも、最近、ちょっと見ないですけど、エレジャイといえば、やっぱライトニング編成とかが多かったと思うんですけども、エレジャイを、こう、施設、エレジャイは施設に弱いんですよ。で、前までインフェとかボムタワーもきつかったんですけども、エレジャイプラスのクエイクの、こう、新しいデッキとかも、今後ね、もしかしたら生まれるんじゃないかなと、いうわけで、ちょっと早速ね、強化っていうのか、加法っていうのか、それはもう使い方次第だと思うんですけども、修正が行われたこのクエイク使っていきたいなと思います。クエイク3コスにしては、この、削りが優秀すぎた。だって6コスのロケットよりも削りが優秀だったので、なんかコスト的な割合でね、言うとすごい優秀だったので、もうロケットの居場所が結構なかった、最近、ぶっちゃけね。で、なんかデリバリーとか、デリバリークエイクで守れるし、削れるしみたいなデッキがね、超流行っていたので、こういった修正がね、急に来たんじゃないかなと思います。はい、というわけで、このウォールブレイカーデッキは、実質、下方かな。このデッキはね、結構クエイクでも削る。クエイクをメインとして使うデッキだったので、気持ち下方かなという感じがします。その代わり、ロイホグクエイクとかは結構ね、強化だと思いますね。さっき僕のスロットにあったね、ロイホグ飛ばして、今までボムタワーがきつかったんですよ、ロイホグデッキって。マジで。こう、クエイク打っても突破できないみたいなことが多かったんですけども、今回ね、ロイホグクエイクでボムタワー系を突破できるようになった気がするんですよね。ちょっとこの後ロイホグも使いたいですね。さあ、今回のこのアッキーさんはね、グランドクラウンっていうクランにいた時に一緒だったのかな。なんかその時にいた方と同じデッキをね、使ってるんですよ。矢の雨ファイボの、なんかね、超ファイボコかつロイホグデッキですね。さあ、クエイクですね。で、これは、ユニットへのダメージは変わんないですね、前と。建物へのダメージが前より下がりました。なので、前だったらもうちょっとね、もう50ぐらい削れてたのかなとか思いつつ、さあ、ゴブ小屋。いや、これ、ゴブ小屋には、強くなってます。ゴブ小屋には強くなってるので、ゴブ小屋があるなら、
ちょっとね、この後は五分小屋にね、クエイクを積極的に打っていきたいですね。これ、ヤナメかな？あ、ファイボー。さあ、このやり五分のダメージ痛いですね。あれ、クエイク打ちたいんですけど、ちょっと打った瞬間とかに攻められたら怖いので、一回待ってもいい気がするな、今回の小屋は。ユニットで耐えてね。さあ、で、どうなんだろうな、ボムタワー最近マジでめちゃくちゃ強かったですけど、もしかしたら、まあ、クエイクがどれくらい使われるかによりますけど、こう、ね、使用率が落ちる可能性もないこともなさそうですね。さあ、まあ、これはね、ヤナメが、これザッピーだけだったら1体ぐらい。ナイスすり抜け！いや、ナイト頑張ってんな。さあさあさあ、で、相手のロイホグには、あれですね、ボムテって。さあ、これです。あの、建物に対してのダメージ上がったので、うやば！ゴブ小屋速攻壊れますね。ゴブ小屋がクエイク打つだけで、ほぼもうその場からいなくなってしまう。さあ、ホバリング嫌ですね、僕は。ホバリング結構嫌だな。まあ、ここは攻めつつ守りつつみたいな感じでね、やっていきたい。さあ、タゲ取りつつ、これボムワンチャンここでもダメかな。このボムの爆破であのホバリングを飛ばしたい。ロイホグが溶けてないんですけど、まあまあまあ悪くはないんじゃないからの、ディガーで削りつつ、ゴールブレイカーもね、刺します。いや、これはクエイクは一旦我慢しましょう。あれ、またデリバリーでいけそうですね。いけんのかな？いけないかな、これ。ちょっと怖いですね。ちょっと怖いが、まあ、ヤリゴブリンを信じます。僕はヤリゴブを信じて、最低ヤナアメ使った、この瞬間のね、ディガーウォールブレイカーからの、クエイクで、何か来ても突破。あー、いい、ファイボだ。さあ、クエイク打ったので、まあ、ここはね、ちょっとね、やりゴブでちょっかいかけつつ、まあそんな感じですね。で、あと前まで297だったんですよ、あのクエイクのダメージが。でも今回ちょっと変わったので若干わかんないですが、まあもうクエイク圏内でしょう。85ですね。 85×3 なのでわかんねえな。 240×25255。 いや結構落ちましたね。前297で255なので、なんぼだ、42ぐらい多分落ちたと思う。なので、まあタワーの削りとしては結構落ちましたけど、今みたいに相手がこう小屋とか、まあ、建物持ってるとすごい優秀かな。さあ、ロイホグでいきます。いや、このロイホグもめちゃくちゃ強いんですよ。で、最近すごい疲れてて、今ねクエイクに調整が入って、で、まあこのロイホグは、まあクエイクで削りたいし、ロイホグも通したいみたいなデッキなので、まあ、今までよりもロイホグが通るって考えれば、まあ単純に強化。ロイホグって、マジ最近だとクエイクが当たり前でセットなんですよ。なので、いや結構強化な気がするけどな、施設突破しやすくなって、普通に使えるっすよね。総合的にじゃあ、クエイクは強化だったのか、過保だったのかって言われると、どうだろう、ぶっちゃけ強化なんじゃない？いや、わかんないけどな、それ人それぞれというか、何のデッキを使う人かにもよりますけど、なんならクロスとか使ってる人からしたらもう迷惑すぎますよね。きつすぎやろってなるですよね、より。まあ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 。さあ、今回相手はスケバレー、スケ、ちょっと何のデッキかわかんないですね。まあ、セパ一つでいいかなと思いますね。メガナイトとかで踏まれないように。あ、枯渇でしたっけ？あ、バレバレ枯渇か。バレバレ枯渇のさ、ボムタワー。で、ここで今回ね、強化されたクエイクがね、多分大活躍すると思います。今までロイフグはボムタワーにクエイク打っても、マジで2発豚がつつくかつつかないかとかだったんですよ。本当に。ボムタワー強すぎやろってマジずっと言ってたんですけど、僕ね、ロイフグよく使うんで。いや、これはでかいっすよね。てか、なんならこれ、相手回ってないっす、ボムが。回転が速くてね。よしよし。で、なんだ来て、これクエイク打つ。いや、めっちゃいい、あれっすね、相手の、この、プリンセス。なんか、綺麗に守られましたね。だからボムタワーの爆破がね、まだ強いので、普通に、まあ、そんな感じかな？で、対応されたのかな？まあ、ですが、これ行っちゃダメかな？これ回ってないと思うんですよ。回転がバカ速いから、よしよしよし。回ってなくてダメージ入るね。まあ、これは、まあ、このデッキの単純に、ね、強さ、良さですね。
まあ、ナイト2来たらウッド使ってもいい気もするけど、来なかったやりゴブ。おい。し、このタワーの横にね、スケルトンとかやりゴブとか出してあげると、吹き矢のターゲットって結構取りにくいんですけど、ミスることなくね、取れると思います。延命いきそうですよね。さあ、ここですね。で、ここで、ロイフゴ飛ばすと、いつもだと、ボムタワーだったんですよね。で、まあ、ボムタワーだと思うんですけど、今回も。うん。これちょっとユニットで受けそうだ。さあ、いきまーす。ブタプラスのクエイクで、どんぐらいね、突破できるようになったのか。1、2、3、なんかいい防衛をされていい防衛されて全然分かんなかったな。いや、ちょっとハンター遅かったな。いやー、相手枯渇、いい攻めだ。いや、勝ちたいっすけどね。まあ、ロイホグクエイク回転ゲーですね。結局ロイホグクエイク、いや、いい、豚が残ってんな。からの、これちょっとあれっすね。もうデリでいきます。よし、さあ一発。これで、ね、多分回ってないはず。いや、回ったか。クエクって、はいはいはい。いや、でも結構硬えな。エレスピと、スケとやりゴブで、いや、なんなら完封できる。いやー、エレスピがもう一個レベル高かったらよかった。いや、これ、回るっすね。やばいか、ちょっと。俺なんか回転が押されてきてる。いや、いい。でも、ここは、結構入るぞ。豚がつつけ。で、デリーだけ。オッケー。うわ、まあ、でも、前よりは、ちょっと入りやすくなったかな、ぐらいですね。なんか、そこまで、なんか、今見た感じはね、ロイホグがめっちゃ通りやすかったって、いうわけでもない。まあ、なんか、上手い人はボムタワー置いて、ボムが、ロイホグ来るじゃないですか。で、壊れる瞬間に、なんか、ウッドとかしたりね、するんですよ。まあまあまあ、でも、まあ、施設突破は多分しやすくなったとは思うんですよね。まあ、そうなったら、今後じゃあ何が流行るのかっていうところでは、まあ、ボムタワーとか、ボムタワーはまだ参るかもしれないですね。でも、テスラとか、もうどうなんだろうな。まあ、テスラはクエイクが当たらない位置があるんですよ、もともと。めっちゃ高めの真ん中。よくと、クエイクが当たらないので、まあ、テスラもまあ使えるか。大砲とかかな？大砲とかなんか今後すごい、なんかクエイク引くともう悪いみたいな、結構きついイメージもありますね、クロスとかも。まあ、なので、まあ、施設は結構ゴブリンの檻とかが、まあ、安牌になってくるのかなとかも思いつつ、さ、クエイクデッキのゴブスパでございます。エレジャイ入りそうだな。なんかエレジャイトルネクエイクとか結構強そうじゃないですか。普通にボムタワーとかもそれで突破できるなら、今までライトニングでしたけど、ライトニングってコスト6個打たないといけなかったので、なんかエレジャイプラスライトニング打つのが結構大変だったんですよ、今まで。でもエレジャイプラスクエイクだったら、もう端前エレジャイでなんならクエイク打つだけみたいな、そんなこともまあありいけそうっちゃいけそうですよね。さあ、相手マスケコウモリ、もしかしたらスケアミだったので、まあ、ジャイスパか、そうですね、ジャイスケラの2択かな。で、まあ、ミニペもあると思うので、ここはまあ変に僕から行かずに、待ちたいけどな。いや、でもこれ、行っちゃっていいかな。相手スパーキーか逆サイジャイスケラか同サイジャイスケラ。これちょっとさ、ミニペ釣れ、うわ、待って、最悪。ミニペ1個釣れるくない？外回ってたか。いや、これやばいですね。スパーキーに絶対、スケルトン部隊来るんですよ。だから、それのザップだけ欲しい。お、スケラか。ジャイスパス、ジャイスケラーですね。はいはいはい。スケルトンみたいいないのかな。いやー、まあ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 。僕、これ怖いのは、真ん中ジャイプラスキングへのスケラで、キングワンパンされることが怖いとかっすね。今のね、釣れなかったの嫌っすね。逆サイ、相手のなんかミニペッカの位置がうまかったんですよね。さあ。いや、いい、ヤノアムですね。いや、これ、スパーキー出すのめっちゃ迷うっすね。打った方がいい気がする。いやー、まあ、これ、クエイクでもいいのかな。クエイク僕、打つときないんで。はいはいはい、耐えましょう。で、真ん中、ジェイプラスのスケラ今、打てないでしょ。まあ、スパーキー出しつつ、スケラはダックプリで受けて、ジャイをミニペで溶かして、みたいな、そんな感じかな。
で、なんか来そうっすよね、すごい。いや、すげえ怖えな。あー、このスケラギアだな、マジで。で、スケルトン部隊もあると思うんで、一応ね、いろいろ構えつつ、いや、マスケ、ザップ、うっ、うん。いや、もう一回耐えましょうか。あー、ザップ使ったらコウモリか。いや、うまいですね。真ん中、ジャイ、うん。で、スケ、うん。いや、でもこれ、スパーキーが。ナイス、援護。ナイスすぎる、ナイスすぎる、ナイスすぎる。いや、これいいんじゃね？相手だって、ジャイもミニピム使って。いや、これ絶対スケル防衛だな。うん、いや、そりゃそうだ。いや、そうなったらちょっと話が変わるんだよな。ここちょっと打ってもいい気がする。打って、ここで、クエイクで、ちょっとマスケワンチャン突破できねえかな。さあ、あと400やで。いや、ある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 。全然ある、全然ある、全然ある。いや、いい。スパーキー、ヤンキーすぎる。いや、これなんならさ、終わったんじゃないこれ。で、あの、スケルトン部隊来る。スケルトン部隊来る。ザップって、はい。さあ、グッドゲーム。いや、まあ、今回相手が施設なかったので、まあ、施設なかったら、まあ、そんな変わんないかな。施設なかったら、まあ、相手のスペルのダメージ、クエイクのダメージがちょっとタワーへ落ちるぐらいかな。まあ、使った感じ、うん、まあ、なんかあんま変わんなくねっていう。ぶっちゃけあんま変わんないけど、施設に対してちょっと強くなったのかなぐらいの感覚ですね。まあ、多分今後も全然普通に使われるとは思いますね。これで一気に減るとか、そんなことはないと思いますので、クエイク愛用者さんたちもね、はい、ぜひこれからも使っていきましょう。クロスの方、ドンマイです。はい。まあ、そういったわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。